1919年、フランスは敗北してはいなかった。だが、フランスの新たな敵が、突如パリに現れた。停戦を求めるサンディカリスト友が、ゼネストを起こしたのだ。フランスは共和国臨時政府と、フランス労働総同盟の、二重権力状態に陥った。ロシア2月革命の臨時政府と、ソビエトの関係だと思えばいい。しかし、この状態は長くは続かなかった。レーニン主義のジャコバン派が、暴力革命に打って出たのだ。CGT の主導権を握っていたアナルコ・サンディカリストは、ジャコバンに革命の主導権を奪われまいと、ジャコバン派と共に闘争を開始。血みどろのフランス内戦が起こり、共和国派は敗北する。そして、忌々しきコミューンが我らの、祖国に建国された。敗北したフランス共和国臨時政府は、植民地北アフリカへの、亡命を余儀なくされた。ということで、カイザー・ライヒモット、のモット、カイザー・リダックス、の世界へ、ようこそ。カイザー・ライヒ、を拡張する、いくつかのモットを統合したモットです。様々な国に NF が追加されており、国の配置も少し違います。例えばイタリアはカイザー・ライヒ旧バージョンのように、北が教皇を元首とするイタリア連邦、南が社会主義国となっています。ホイツーバン・カイザー・ライヒを、思い出しますね。モンゴルも旧バージョンのように、教団爵が破案になって、暴れまくります。あとトランスアムールがでかい。そして、今回プレイするのはフランス共和国亡命政府。カイザー・リダックスでは、フランス国民国、となっています。亡命から数年の間、フランス共和国は文民政府によって、統治されていたものの、陸軍最高司令官、ベタン元帥が非常事態を宣言し、権力を掌握。我々は、ベルダンの志士、ベタン元帥のもと、着々と本土奪還への、準備を続けています。フランス亡命政府は、カイザー・ライヒの後手で大きく変更されたため、軽くルート分岐の解説を、しておこうと思います。ルート分岐の重要な人物が、ベタン将軍に反対し、民主化を主張するモルダック将軍です。モルダック将軍が正当な方法で、ベタンの後継者になった場合、フランスは民主化されます。モルダック将軍がクーデターで、権力を握った場合、将軍による独裁が始まりますが、本土奪還後に民主化されます。ベタン元帥が続投した場合、元帥に権力が集中され、普遍的な専制政治が、行われます。王党派組織アクションフランセイズが、権力を得た場合、ブルボン朝が再興され、国王による独裁体制が築かれます。アプデマエとの最も大きな変更は、ボナパルト朝帝国ルートの、削除です。なんてこった。ところが、カイザー・リダックスではボナパルト朝ルートがあります。しかも、強力かつ好戦的な NF とともに。実は普通のカイザー・ライヒでも、帝政復古自体はできます。モルダック独裁ルートで本土奪還後に、選挙で彼を大統領にしてあげてください。ナポレオン三世方式で、皇帝になります。ということで今回はこの NF の通り、本土奪還だけでなく、第一帝政の領土を、完全復活させ、偉大なるナポレオン一世の栄光を、再びフランスにもたらすことを目標とします。とは言っても我が国は所詮アフリカ国家。コミューンとは倍以上の国力差があり、これからその差はさらに開いていくでしょう。しかし、エランビタールの精神があれば、コミューン軍などに負けるはずがありません。そもそもコミューンは戦争の、敗北を認めた、敗北主義者の集団なのです。世界最強のグランドアルメの、精神を継ぐ、我らの軍隊が赤に負けるはずがないのです。え？内戦で負けたからここにいる、って？君、サハラ砂漠で鉄道敷設作業に、従事しなさい。我々は同じく革命が起きた、イギリス政府の亡命先であるカナダと、同盟を結んでいます。共に本国奪還のため戦いましょう。しかし、このエドワード・ワッセイ柄が、悪いな。人に物を頼む態度じゃねえだろ。ということでゲームを始めます。最初に歴史解説イベントが起きます。概要はもう話したので、歴史を詳しく知りたい人は止めて、読んで。次に、モルダック将軍が民主化を、要求してたり、もともと入植者だった人と、亡命者が喧嘩してたり、先住民がパンアラブ主義や、サンディカリスムに染まってたり、この国問題だらけですよって、教えてくれるイベントが発生。19世紀後半に制定された、ボナパルト家の人物を国内から追放する亡命法。このような悪法は当然廃止されるべきです。ルイ、ナポレオン氏がアルジェに、足を踏み入れました。彼はコミューンと戦うため、陸軍士官学校へ通い、将校となるそうです。ベタン元帥がオタワを訪問し、エドワード・ワッセイと会談しました。両国の友情と、祖国への帰還のための協力を、再確認しました。コミューンの選挙で決着がつかなかったようです。赤ごときが団結した政府を、
気づくことなど不可能なのです。そのまま内部分裂して滅べ。ルイ・ナポレオン閣下が士官学校を卒業なされました。ボナパルト将軍万歳。スキル1。マー閣下は士官学校を卒業なされたばかりの新米将校です。これからの成長に期待しましょう。前大戦のギリシャ戦線で活躍したデスパレ元帥が引退されました。後任の元帥としてふさわしい人物は誰でしょうか？選ばれた人物は事実上の政府批判となるため、重要な選択です。モルドック将軍か。それともドゴール将軍か。いや、士官学校卒業したばっかの、君には荷が重。ちょうどよかった。サハラで砂粒を、数える仕事があるんだが。いえ、ルイ・ナポレオン閣下こそふさわしい。彼はナポレオン一世の伝統を継ぐ、ボナパルト家の当主なのですから。ボナパルト元帥閣下万歳。国内のボナパルティストたちは歓喜しています。軍内と政府内で影響力を確保したボナパルト元帥は、その影響力を利用して行動に出ました。今共和国は死を迎え、帝国が復興されたのです。ルイ、ボナパルトは、もういません。彼の名はナポレオン6世です。皇帝陛下万歳、陸軍万歳、フランス万歳。ナポレオン4世、実際に即位した皇帝だけ数えるとそうなるか。フランスは普仏戦争以来、様々なものをこの半世紀で、失った。失った栄光を取り戻すには、皇帝陛下の意向が必要である。エラン、ブイタール、我々は祖国を、奪還するため、血、体、魂を総動員する必要があります。立憲君主制か皇帝新制かを、問われました。今は非常事態です。皇帝の新制を、続行しましょう。平時の軍事支出を下げましょう。今は内政に力を注ぐ時です。この NF を終わらせると、軍隊が弱くなる代わりに、内政にボーナスがつくディシジョンを使えるようになります。もう一度政治力を支払うことで、補正を消すことができます。EU4 の陸軍維持費みたいな感じで、平時は削減、戦時は増加ですね。正直かなり強力なディシジョンだと思います。サハラ砂漠に工場を隠し、敵の手に落ちることを防ぐ、さすが皇帝陛下、素晴らしい発想です。協商の経済協力機構、IEDC に投資します。IEDC 顧問に経済を支援してもらいましょう。イタリア南部のサンディカリスト政府が、メッセ将軍によって転覆されました。彼はその領土を、どのように統治するつもりなのでしょうか。第2のガリバルディ？なるほど、量子キリアを北イタリアに、献上するっぽいですね。量子キリアを攻める NF を、持つ我らからすると、南北イタリア統一は障害になるかもしれません。グランダルメは世界最強王？かつてフランスは敗北しました。しかし、もうフランスが敗北することはありません。いや、敗北は許されないのです。ドイツ植民地のマルタ島と、スペイン領バレアレス諸島を、占領します。成功しました。皇帝陛下万歳。選抜歩兵と敵弾兵、双方ともにグランダルメの、精鋭部隊でした。彼らを復活させ、現代戦争に適応させましょう。軍隊がどんどん強くなってます。オーストリアとハンガリーが戦争を、始めました。これは二重帝国統一ルートでしょうか。カイザーリダックス名物、大分裂アメリカ内戦が、始まってます。果たしてどの陣営が勝つのでしょうか。我々も戦争を始めます。トリポリタニアを、征服するのです。これはリビアの支配者であるオスマンとの、戦争を意味するでしょう。では、チン自ら出陣しようぞ。いや、陛下は沿岸防衛を担当してください。なんせスキル1ですから。それにどっかの誰かさんのように、敵に捕らえられたら困ります。弱体なオスマン軍など、我らグランダルメの敵ではありません。さあオスマン本土への進撃を、可能にするため、二度目のエジプト遠征を実行に、移しましょう。リビアのオスマン軍を完全に、殲滅し、あのナポレオン一世が確保しきれなかったエジプトへ、我らは必ず遠征を成功させます。兵士諸君、ピラミッドの上から、4000年の歴史が、君たちを見下ろしている。カイロの包囲に成功、もはや、エジプト軍に勝機はないでしょう。ほどなくしてエジプトが降伏を、申し出てきました。第二次エジプト遠征は、我々の干渉です。エジプトは衛星国として、解放します。あ、うちの傀儡のエジプトとオスマンが、戦争状態になったから、中東戦争のフラグ立っちゃった。オスマン帝国中で反乱が起きて、とても進行しづらくなりました。シリアが邪魔で進撃できなくなったので、アナトリアに直接上陸しようと、思います。楽々上陸し、イスタンブールを目指す、グランダルメ。先の対戦で死ぬはずだった、死に損ないの重病人に、最後の一撃を与えましょう。イスタンブールもアンカラも陥落しました。さあスルタン、さっさと講和の席に。
オスマン対エジプト領の講和イベントが、起きちゃった。仕方ありません。後でアナトリアに侵攻するので、その時まで待っとけケバブ。リビアにめっちゃ邪魔なトリポリタニアが、建国されちゃった。ちなみにこいつ、後にサンディカリスとかして、コミューンと同盟を結びます。新興国家シリアは、フランスの傀儡のエジプトの、傀儡として、間接的にフランスの支配下に入りました。北アフリカを平定し、背後の安定を確保したフランス帝国は、次の段階へと進みます。第二のガリバルディ、メッセ将軍によって、イタリアは再統一され、サブオヤ家が再び王位を、獲得しました。かつて強将として共に、戦ったイタリア王国の、復活。しかし、皇帝陛下はこの国を本土への、踏み台として見ていました。イタリアを征服し、本土への道を敷く、素晴らしい考えです。皇帝陛下万歳。我々の軍隊は20年ぶりに、ヨーロッパ大陸に足を踏み入れたのです。これはフランスにとって大いなる一歩です。皇帝陛下万歳、フランス万歳、世界最強のグランダルメが、再び欧州を、席巻するでしょう。